とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。以前の動画で、アップデートで、これ、スポンジストライカーが修正されてしまったっていうのを出したと思うんだけども、コメントで、修正はされたけども、使えなくはない、というふうにもらいました。で、確かに使ってみたところ、一応、ワンパンできます。一応できる。ただ、使い勝手はものすごく悪くなってます。以前は、このスポンジストライカー、痛みサイクルがついてると、3発目で確実にワンパンできたんだけども、今回、痛みサイクルは必要なくなりました。ただし、敵の攻撃を食らわないとワンパンすることができません。はい。ちょっと一回やってみますね。で、食らってただ攻撃するだけじゃダメなのよ。食らってから、この3発目。3発で攻撃が終わるんだけども、この3発目をダメージを受けた後に当てなきゃいけない。なかなか難しいのよ。で、しかも、最初に何発かダメージを与えていかないと、なんかコンボっていう風に見なされないみたいで、ただただ3発目だけを当てるんじゃ、ワンパンできません。なんかちょっと難しいね。まあ、とにかく、ボスとこう殴り合って、で、ダメージを食らったら、速攻でやり返す、みたいな感じで、まだワンパンが、できるみたいですね。あと一個ちょっとやり方もあるんだけども、それもちょっと紹介しますね。はい、それでは攻撃を受けずにワンパンする方法なんだけども、これですね、地雷を使うみたいです。敵にある程度攻撃して、コンボを2発目で止めた後に地雷を受けて攻撃する。そうするとワンパンできるみたいですね。実際どんな感じかちょっとやってみましょう。いやでもね、よく知ってる人がいるね。本当に。やり方を知ってる人が何人かいるっていうのがすごいわ。よし、ちょっと待ってよ。3回目ね。OK。わー、いける。いけるけどもさ、マルチプレイで、このボス戦に地雷を出されるとちょっと動きにくくなるので、マルチではあまりおすすめしませんかね。うん。まあ、もしも使うのであれば、地雷のね、パワーが低いやつ、パワー10ぐらいの地雷を取ってきて、それを使うと、まあ、そんなに邪魔にならないかもしれませんね。まあ、間違ってもこの251とか、そのあたりの地雷は絶対使わない方が、いいです。とても邪魔になると思うので。はい。ということで今日はコメントありがとうございました。スポンジストライカー、まだギリギリ死んでません。ただ、使い勝手はむちゃくちゃ悪くなってます。まあ、一応ワンパンはできるんだけども、敵の攻撃を受けて、さらにコンボの3発目を入れないといけない。そして、その前にある程度攻撃を当てていかないとコンボとみなされないっていうので、難しいです。はい。まあ、ちょっと練習したら、いくらかできると思うんですけども、やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。